日本共産党の伊藤岳ですマイナ保険証の別人ひも付け誤りが新たに529件あったと5月15日の本会議で武見厚労大臣が答弁をされましたすでに判明している分を含めて9200件超えになったわけでありますデジタル庁にまずお聞きしますデジタル庁は今年一1月政府のマイナンバー総点検で 総点検の対象となった分の確認作業を実施し確定数を公表していましたこれでデータの点検が終わったとしていましたが、まあ、実は終わってなかったということだったんでしょうか靴野木統括官、えー、お答え申し上げます マイナンバー情報総点検では、マイナポータルで閲覧可能となっているすべての情報について点検を行い、その結果として、個別データの点検対象となった8208万件のデータのうち、8395件のひも付け誤りが判明し、すでに解消するなどの対応を行っております。健康保険証につきましては、総点検の取り組みに加えて、医療情報という特性も踏まえて、入念的に、 登録済みデータ全体について、住民基本台帳との特合を行い、不一致があったものについて、保険者等による必要な確認作業を行ったところ、529件のひも付け誤りが判明したものであり、総点検が終わっていないという委員のご指摘は当たらないというふうに考えております伊藤岳君。まあ今あ、の説明がありましたように、えー、総点検本部として、 保険者による点検をやった上に、さらに入念にということで、健康検証については登録済みデータ全体を住民基本台帳と突合したと、でご登録の疑いがあれば、順次本人に確認するという流れだったと思います、でそして、えー、この5月15日に新たに529件、えー、住所あ、ごめんなさい、氏名等の不一致。 139万件のデータの確認作業を実施した結果、529件の誤りが新たにあったと公表されました、厚労副大臣にお聞きします、マイナー保険証の別人紐付け誤りは今後、一切発生しないですか、絶対ないと言い切れるんでしょうか。浜厚生労働副大臣、はい あのまずですね、えー、伊藤委員が今、ご指摘になりました、この新たに529件の御登録ということなんですが、あのまあ、厚生労働省としてはあの、そういった認識というよりも、えー、いわゆるこの不一致があった件数がです、ね、住民基本台帳との139万件ありました、そのうちに実際に別人と紐づいたものは何件かという結果です、ね、529件と。 こというものが現れたわけでございまして、まあ、新たにそのご登録ということよりも、いわゆる不一致のデータの中において、529件、別人とのご登録が検知されたということであります。で、その上で、しっかりとまず再発防止ということを図らなければならないというふうに思っております。まあ、そこで、新規のこの紐付けの誤りを防止するためにですね、 昨年の6月から、資格取得の届けの届出の際にです、ね、非保険者の個人番号等の記載の義務を法律上、明確化させていただきました。そして今年7月からです、ね、資格情報を保険者が登録をする際、その全件について、税理室紹介を行う。 チェックシステムの仕組みをを導入をいたしております、まあ、こうした取り組みにおきまして、今後、こういった誤登録の発生は防止できるものと考えております伊藤学君。あの今後なんですよね、今、副大臣言われたのは。あの私、厚労省から登録済みデータの確認作業の結果というポイントいただきましたけど。 安心してマイナ保険証をご利用いただけるように、今後、資格情報の知らせを送る際とか、保険証の更新のときに、原則全員に個人番号の下4桁を送付するって書いてますよ。だから今、そういうふうなこともして確認しないと、安心できないってことなんですよ。今後、ご登録がないとは言い切れないってことでしょ。そこだけ確認します。 浜地厚生労働副大臣、えっと、すみませんあの、その前、私の答弁の中で、ですね先ほどお、今年7月から、えー、資格情報を保険者が登録する際、その全件について J リス紹介を行うというふうに申し上げましたが、えー、今月のこの6月の7日からという間違いでございまして、まず訂正を。 あ、五月,、ね、月の七日からということで、まず訂正をさせていただきたいと思います。大変申し訳ございませんでした。で、あの、伊藤委員の先ほどの、ご質問でございますが。 ま,あまずはやはり、この今後のですね新規の紐付け誤りというものを防止しなければならないというふうに思っておりますので、今後につきましては、先ほどご答弁申し上げましたけれども、昨年6月から、この資格取得の際の届け出の際に、個人番号の記載の義務化を法令上、明確化しております、そして繰り返しになりますけれども、必ずこの登録をする際におきましては、全件につきまして、 J リス紹介を行うチェックシステムを導入をさせていただいておりまして、これによりまして、今後、こういったご登録の誤りというものは発生を防止できるものと考えております、加えまして、先ほど委員から指摘もございましたとおり、現在もです、ね、この加入者全員に個人番号の下4桁の送付も行っているところであります。 伊藤君最後にね、副大臣もありましたけれども、下四4桁の番号を送付して、改めて点検しないと、ご登録があるかもしれないってことなんですよ。で、実際ですね、すでに起きているご登録の修正は極めて困難です。もともとマイナンバーカードと保険情報の紐付けは、保険者が住民基本台帳ネットワーク、JLIS のデータベースで、氏名、生年月日、性別、住所などの4情報で、 紹介をを行ってて個人を特定ししきましただけど、住民基本団長の住所登録が、まあ、今日もいろいろ議論になったように、大技ざだとか小技ざだとか、何丁目とかアパートの名称だとか、一部でも違えば正しい紹介結果は出てきません、そうした中で個人を特定して紐づけてきているわけですから、誤登録がすでに生じていることは避けられないという構造的な欠陥があるんですよ。でそこで、厚労大臣にお聞きしますが、氏名、生年月日、 性別の3情報までは突合しておいても、住所の不一致までは完全に終えてないんではなりませんか、どうですかよろしいですか。浜地厚生労働副大事、はいえっとえー。この,度のですの、ね、この不一致の139万件につきまして、生、えー、年月日、そして性別、悲しめ、 幹事氏名、そして住所の情報を突合しておりますので、住所につきましても、突合というものを行わさせていただいております伊藤学君、ではその529件のうち、住所の不一致というのは何件あったんですか、浜地厚生労働副大臣。えとこ今回ですね昨年11月以降おー ご登録が判明しました529件のうち、えー、そのうちえ住民基本台帳の情報と照らして、住所が不一致だった件数につきましては、把握をしていないというところであります伊藤岳君、これね、把握してない、これ今、重大なことだと思いますよ、だから、先ほど言った住所の不一致っていうのが、住所の紹介って一番困難だって言われてるんですよ。でこれまだまだだだから住所のの紹介が困難の下で ご登録はまだすでに残されているということだと思いますね、今の答弁だと。でこうした紐、ね、付けにおける構造的な結果があるもとで、いくら1.6億件分の登録済みデータを、全体を住民基本台帳と突合したといってもですよ、ご登録の疑いがあるものをすべて洗い出していないと思います、これ、総点検ではなく、部分点検だったということだと思うんですね。で河野大臣に聞きます。 別人紐付け誤りは私、一件あったとしても重大問題だと思うんですよ。しかし、新たに529件見つかった、まだ残されているかもしれない、これ、大臣、重大だと思わないんでしょうか、それでもマイナ保険証の一本化に突き進んで、現行の検証を廃止するということでしょうか、どうですか河野デジタル大臣。あのこの厚労省があ点検をしていただくときに、おそらく、に情報で、 紐、えー、付けをしたものが、確率的にあ,のあって、えー、500件ぐらい誤りがあるだろうという想定の下で、529件でございますから、まあ、想定通りだった、それを発見をして、えー、訂正をしたということでございます。あのアナログだろうが、デジタルだろうが、どんな事務作業にもヒューマンエラーというのは起こるわけで、それをどうやって、えー、早く発見をして、えー、訂正をするかというのが大事なことだと思います。 あの紙の上の情報だと、それが閉じられて、書棚の上に載せられてしまえば分かりませんけれども、デジタルデータはマイナポータルその他でご本人でも確認することができますから、何か誤りがあれば、発見をしやすいということになります。今までは年間500万件を超える返礼がありましたけれども、デジタル化すれば、それはおそらく相当減るだろうと思いますし、今度のシステムは、 ただの紙の健康保険証で、どれだけ成りすましがあったか、件数すらも分からなかったという状況を大幅に改善することができるわけでございます。またこれからこの人口減少社会の中で、いろんなことをアナログで続けていくわけにはいかないわけでございますから、速やかに12月2日で新しい保険証の発行を停止する、あのデジタルに向けて医療 DX、しっかり進めてまいりたいと思います。 伊藤岳君私はあのアナログのままでいいって言ってるわけじゃないです、デジタル化し必要です。しかし、今、構造的な結果があるもとで、えー、住所の不一致、特にね、誤登録がまだ残されてるんじゃないかと言いましたで、そういうもとで、現行の保険証の配心につきするのはどうなのかというのを聞いたんです、非常に残念な答弁だったと思います。で次に聞きます次に移ります前の保健所の意向に際してはデジタルとアナログの併用期間を設けるなど 必要な環境整備に取り組んでまいります、これやっぱり本会議での武見厚労大臣の答弁でした。そこで浜地副大臣にお聞きします、このデジタルとは何を指すのか、マイナー保険証のことでしょうか、アナログとは何を指すのか、紙の保険証、資格確認証のことでしょうか、ご説明お願いします浜地厚生労働副大臣、はい、あの委員のおご質問でございますが、デジタルとしては、このマイナー保険証のお利用を進めること。 そしてアナログとしては、最大1年間、現行の保険証を使用可能とするほかです、ね、マイナ保険証を保有しない方には、申請によらず資格確認証を発行することなどを指すものでございます伊藤学君、そしてあの大臣の言われたデジタルとアナログの併用期間を設ける、これ、わざわざ併用期間という言い方をしているのはなぜですか、期限を決めるということですか。 浜地厚生労働副大臣、えー、あの今後もです、ねえー、例えばマイナ保険証を保有しない方、えー、保有しないということを望まれる方につきましては、えー、資格確認書等の仕組みによりましてです、ねえー、今後、資格確認を行っていくものでございまして、それにつきましては、制度上、期限を設けているものではございません。伊藤学君 つまりマイナー保険証を保有せずに、資格確認書を使うという方にはあ、期限があるわけじゃなくて、資格確認書を発行し続けるということでよろしいですか、もう一度確認です浜地厚生労働副大臣、はい、あの繰り返しになりますけれどもお、この資格確認書のつきまし仕組みにつきましては、まあ、今回の改正の,おの上で,です、ね、制度上、 創設されたものでありまして、期限は設けていないということであります。伊藤岳君、はい。マイナ保険証を保有しない方には、資格確認書を発行をつけるという答弁だったと思います。そのことを確認して質問終わります。<laughs> 私は日本共産党を代表してデジタル社会形成基本法等の改正案について反対の討論を行います。反対理由の第一は。 公的基礎情報データベース、ベースレジストリーの整備は、行政手続きの簡素化、効率化をもたらす、その一方で、プライバシー保護が不十分な目的外使用や、政府保有情報システムと民間企業等が保有するデータ連携をついて、官民連携での個人情報の利活用を進めるものだからです。当面、公的基礎情報データベース整備計画に基づいて整備されるのは、 法人不動産ベースレジストリーとアドレスベースレジストリーとされています。地方自治体や民間事業者にとって、一定の業務の効率化につながる面はありますが、整備改善計画の対象範囲は政府に委ねられています。どのようなデータを整備し、連携するかは見通せません。また、地方自治体は、公的基礎情報データベース整備改善に関する施策を講ずるよう、努めなければな,ならないと規定されており、 行政の効率化のもと、自治体独自の施策が後退させられることにもなりかねません。反対理由の第2は、マイナンバーカードの IC チップに収納されている住所、氏名、生年月日、性別の基本4情報と顔写真、マイナンバーをスマートフォンに搭載することです。スマートフォンを使ってマイナンバー法上の本人確認をする可能とすることは、同時に紛失や盗難などをついて、 マイナンバーカードの搭載情報が他人に渡る危険性を格段に高くし、犯罪の標的になる危険を広げることになります。政府はマイナンバーカードを安全、安心と繰り返してきました。しかし、SIM スワップ詐欺やマイナンバーカードの偽変造などの重大犯罪が繰り返されており、それと同じ懸面のカードが現在もそのまま使われています。マイナンバーカードの安全、安心が通用しないことはもはや明白です。 政府は IC チップを読み取る機器の開発、普及を検討し、それによって本人確認を厳格に行うといいますが、IC チップの読み取り場面の広がりは、すなわちマイナンバーカード搭載情報が読み取られる場面が広がることに不ないません。犯罪と対策のいたちごっことなる懸念は拭えません。最後に、政府のデジタル政策を国民事業者、自治体に強引、高圧的に押し付けるべきではなく、 現行保険証の廃止はきっぱり撤回することを求めるものです。以上述べて討論といたします。